クリームチェイサーです。今回はこちら妖怪ウォッチの妖怪ヌーマガジン光の容器を解き放て、こちらを開けてみたいと思います。はい、こちらには福禄寿のメダルが入ってますね。はい、夕メダルがついています。では開けてみましょう。はい、バインダー、あ、かっこいい、これはかっこいい。ニャステトとかパンドラとか映ってますね。これはかっこいいです。はい、 UFO 襲来、光の容器をチャージ、まあ、いろいろ書いてますね。おー、これがなんか立体的になってる。ちょっと浮いた感じになっていて、とってもかっこいい。へー、これで召喚モードとチャージモードがあるそうです。へー、はい、ではこちらの袋も開けて見てみましょう。お、福禄寿のメダルがコロッと出てきましたね。はい、こちらはファイル、大きいファイルですね。24枚入るファイルが2つついてました。そしてこちらは妖怪メダル USA ケース4、お宝いただき玉手箱、イデオレジェンド妖怪、これは次回発売されるやつですね、のメダルポケットがついてるんですね。これで確認できる、すごーい。乙姫がすごい欲しいんですよね。でトレジャージバニャンやウィスパー、椿姫なんかが出てきてくれたらいいなと思っています。そして下には、妖怪ドリームルーレットの、あの、くじがしょぽの景品の妖怪を入れる場所もありますね。こちら、ゲットしたパンドラちゃんも入れれますね。はい。ここら辺は揃えていきたいですね。後ろはこんな感じになっていて、妖怪メダルドリーム04の妖気解放ダンジョンでイリュージョンの、こちらのポケットに、合うような感じでいっぱい妖怪ありますね。はい、いろいろここに容器のマークがついているものは、一番初めにまだ使ってない状態でチャージされてる容器、ここでチェックできますね。一回使うとなくなっちゃうんですけどね。はい、口笛だったり光だったりあるよっていうのが書かれています。はい、ではまずは持ってるものを入れちゃおうかな。はい、シールもありますし、入れてしまいたいと思います。このシールはかっこいいな、色もいいな。はい、こんな感じでたくさんついてますね。キャラクターシールは福禄寿とトレジャージバニャンとオト姫とスカイシャリマンとサキちゃんですね。今回はこんな感じでしまいます。ファイル、情報シート、ファイル、シールみたいな感じですね。まあ、シールの場所は手前でもいいかもしれないですね。はい、ではこのドリームリンクしてみましょう。光の容器チャージできるか。こちらをくるっと回して、コアの部分だけ外します。そして、電源入ってるかな？はい、入ってる状態で上に乗せます。で、長押ししてみます。はい。これでいいんですね。はい、では入れてみたいと思います。福禄寿のメダル、すごい、こんな感じなんだ。うわー、不思議な感じで面白い。はい、では中に何も入っていないドリームメダルを使ってちょっとチャージしていきたいと思うので、まずはこちらの手持ちピントコン入れちゃいます。もう一回お願いします。もう一回だそうです。ピントコン、
ではチャージしていきましょう。はい、今回は外れちゃいましたけれども、もう一つ、こちら入れた時に、USO ってなる時があるそうなので、そちらを聞いてみたいので、もう一枚入れてみます。これだ、すごい面白い。じゃあこっちでチャージしちゃいましょう。やったね。はい。ということで、光の容器がチャージされました。容器が抜けた後に、このメダルの上に、こっちのコア部分を置いて、サーチ部分を押すと、はい、このように、光の容器がチャージされたことが確認できましたね。はい。光の容器、どこでどういう風に使えるかというと、妖怪ウォッチドリームで光の特殊メロディーが鳴る。そして、任天堂 3DS ソフト、妖怪ウォッチ寿司天ぷら、更新データバージョン2以上と、妖怪ウォッチ3すき焼きで、七福神福禄寿に挑戦できたり、光の迷宮に挑戦できるようになります。そして、くじがしゃぽん妖怪ドリームルーレットでは、容器をチャージしていない時よりもいいことが起こるかも、ということで、マスが1個増えるんだったかな、そんなんだった気がします。光の容器を使って、くじがしゃぽん妖怪ドリームルーレットに挑戦して、こちらのようなメダルをぜひぜひゲットしちゃってください。ゲットできたこちらのメダル、次回紹介していきたいと思います。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。